遅刻した時の言い訳は？はい。はい。大丈夫ですか、皆様。うんうん。オッケー。そう、スバルが遅刻した時に言う言い訳、うん、多分みんなは結構聞いてるからわかると思う、これは。うん。マジか。え、言い訳してた？言い訳してた。まあまあ。まあ、そういうことよ、ルーナ。そういうこと。そういうことだよな。でも私、うん、一緒かも、ルーナ先輩と。え、待って、え、ちょ、え、何？え？一回せーので言ってみたらいいんじゃない？そう、スバルが遅刻した時に言う第一声みたいな感じ。大体そう。うん。遅刻した時のスバルを思い出してみてほしい。おうおう、オッケー。オッケー？じゃあ、遅刻した時のスバルはみんなに何て言ったのか、せーの！ほんとごめん。遅れた。なるほどね。じゃあちょっとルーナともう一回言ってもらっていいですか。タクシー遅れた。いや、それはマジである。それはガチである。それはガチである。それはガチであるやつな。うん、雨の日に高確率であるやつな、それ。すばるそう。え、ボタン氏はあのね、言い訳っていうかね、ほんとごめんが第一声かな。なんか、あ、よく言ってんだよ。言い訳あんましないかも。あんま聞かんかも。確かに。それか、タクシー遅れたか、遅れるか。どっちかなのよ。あの、本当にごめん、タクシー遅れるしか聞いたことない。確かに。もう大体、ほんとごめん、ほんとごめんって言って。ほんとごめん、ほんとごめん。マジでそんな感じでいいよ。いや、むしろこれしか聞いたことない。ほんとごめんって言ってね。これはね、まあ、あの、ありますね。はい、じゃあ、そらちゃん、回答をどうぞ。はい、言い訳は。もう bantuin nenek-nenek nyebrang jalan terus temenin Mario Yuno makan siang lalu ngumpulin ke Kenji Dragon Ball biar gua bisa menguasai dunia, bro. すみません、寝坊しました。なんですけど、これどういう意味かっていうと、基本言い訳しない、ありのままのことをそのまま伝えるっていう。